全勝しますですけれどもラビ様もマスケンプ応援団ということで実質優勝とラビ様も3位さあ今回の振り返りは短いよすぐ終わります。今回もなんとか出場にギリギリことができていやマジ今回ギリギリだったよ な気持ちになってます。4位だけは嫌だったからさ、ね、予選だからなんとか頑張って3位にしがみついたんだけど、あ、そうなんです。今日私マスケンプ応援団代表なんで、みすずさんがT シャツ T シャツそれって言ってたからマスケンプ応援団代表としてよろしくお願いしました。でも本当今回アウェーだったからさ、やっぱ私無名じゃん、一番知られてないじゃない、名前が BPL 関係者でもないし、なんか大会で優勝したことがあるわけでもないし、この哀愁漂う背中よ。だからもう私のこと応援してる人なんて全然会場にさ、いやいたけどあんまりいなかったと思うからさ、やだなって思いました。でこの今回の女性部門の個人戦なんですけど、前回と同じくチーム戦の方に力を入れたかったっていうのもあって、あと今回課題曲がゴールドだったじゃない。私ゴールドはちょっとまだ投げれる曲が見つかってなくて、っていうのも前回の頂上決戦の決勝の時マスケンプさんとだったんだけど、その時もゴールドだったのよ。でもその時も投げれる曲がなくて、それでまあああいう結果になりましてでこれ見て、これ速いっしょ、間違えてます、ハイスピ、私がこの時やったハイスピこんな感じになってまして、こうどっちかわかんないけどこんな感じになってまして、560コアスピードを560に合わせてるんだけど、私この560がてっきり一番最後の高速部分だと思ってたの。違います、全然違います。その最高速度の部分私どうしても目に入らなくて見忘れちゃうんだよね。でコアスピードのところを最大速度だと思ってハイスピかけちゃうようになっちゃってて、だから今回のこれも最高速度560だったらまあギリなんとか見えるかなって思って、最後だけ560だったらギリ見えるだろうと思ってこうしたの。見えないからね560、これ今560じゃん、これ見えてないからね、全然早すぎる。私普段ね520とか30とかなんだよ。あでラストが来ましてもう無理よまあゆあのしずさんの方見てたんだけどそれでは無理だったね。ていうか、うん、見えないよね、ミラー違うか、ミラーとかじゃないか。でそうグレーパフェがそんなに数が変わらない意外です。あれもしかして私これ今回またさ敗因ハイスピ間違いじゃない。私前回の決勝もハイスピ間違いだったんだけど、敗因が信じらんない本当に。でまあミスの数は大きく違ってたのでこの100点差ということになってしまったんだけど、えマジさ560だと思ってた本当に。私この曲対策してなかったんだけど一応ちょっと予習はしていたんだよね、ただハイスピのチェックをしていなかった。で私が投げたこのハイパーツイストなんだけど、まあ、あわよくば向こうの選曲がで僅差でいられたらこのハイツイの方で精度でなんとか押せるかなって思ってたんだけど、でもちょっとダメだったね、この日は。なんか途中で靴のリボン取れて落ちたしねゴミカスで自己ベこそパフェ4個なんだけど、ちょっと最近パフェ1桁出てなかったです、あんまり調子良くなかったです、
残念だなこれは。でもうん、まあ解説でも言ってる通り1曲目のダメージが響いているのかな。すっごいパフェが出ましたね。めちゃくちゃパフェ多い。普段の倍どころじゃないぐらい出てるかもしれない。これはどれぐらい？ああ、20個超えはダメですね、これは。ちょっと表に出せないスコアです。まあでも今回はこんなもんかな。この後のインタビューの時も言ってたけど、まあ、これでお愛子っていう感じよ。あ、で、チーム戦が始まりました。私のメンバーは、ワイチンとリンボーくんで行きましたけども、一番最初に選んだのが Y チン、二番目に選んだのがリンボーくんだったんですけど、まあ前回、はい、新うさぎさんチームです。前回が、道民同士の喧嘩を追っ始めるべぜっていうことで、Y チンは選ばなかったんですけど、試される大事で育った二人、頑張りました。で、今回はね普通に取りに行きました。今回は直感で選びました。まあまあいいんじゃないでしょうか。まあ私がリーダーなんで、あとここでさコメントコメントって言うからさ、コメントえ、私らがコメントって思って、ちょっと困惑しちゃった。コメントって思って。ああ、呼ばれた。いやー、呼ばれた。まあ、実質優勝だったんでね。あ、ちょっとこれ、ごめん。1%T シャツにしちゃった。今日もマスケンプ T シャツ着てればよかった。失敗した。でも赤いいですね。いや、これの前にさ、吉水が喋ってたじゃん。で、この解説席の前にでっかいモニターがあるから、そのモニターから私、後ろからこうやって、吉水、ってやってたの。そしたら気を使われました、呼ばれました。調子が悪かったか、まあ果たしてどうなんだろう。ほんとね、この大会の前とか予選期間中とかは体調はめちゃくちゃ悪かった。ただこの当日に向けて体調管理はしっかりとやってきたので、ちょっと暑いから扇風機、そうマベコンが出なかったんだよね。悲しいことにさ、初めて出るのかっていう場面だってやっぱりなんかいるんですね。なかなか出ない何かが、はあ、普通マベコン出すでしょ。てかあそこマジでパフェ出すところじゃないからね、信じらんない。まあこういうところが私が勝てない理由なんじゃないですかね、知らんけど。これの直前マジでこの曲練習の時にちょっとだけやったんだけどね、普通にマベコン1回で出たからさ、結構ショックでした。扇風機。最近はこの大会が終わってからは低難度を中心にやっているので、割と最近いい感じでマベコンが増えていますよね。しかもこの後モグゴロウがマベコン出したしね。霞むやろがって。へこたれないよね。ずっと笑ってるし。そうなのかな。確かに。今回悔しい。まあ確かに団体戦の時は悔しかったけどね。個人戦は今回正直ちょっと無理だと思ってたから。だからチーム戦で勝ちたかったんだけど、ちょっとなかなか。いやー、私も、もうちょっと、なんかな、成果出したかったな。今回はあまり成果出なかったですね。ただ、前回がいい感じだったんで、まあ、そう、今おっしゃってる通り、この1回でどうにかなるっていうものじゃないので、また次回があれば、次回があればですね、あれば、本当に。だって、私次回以降ね、もしかしたら出場できないかもしれないよね。上位4位に残れないかもしれないです。そんな感じで、今回はあんまり結果が振るいませんでしたっていう感じの振り返りでございます。以上、今回の2回目の DDR 頂上決戦は、まあ予選の順位そのまんまっていうことだね。3位で終わりましたっていう
お話だったね。マッコンなもんでしょ。ただ次回以降は私勝ち残れるかわからないので、もっとみんなに応援してほしいですね。と言ってもやっぱりアウェーなのでなんと言ってももうやっぱ知名度が低いので、どうすればいいんですかね。ファンを増やさないといけないですね、私は。これから皆さんどうぞ、また次回があれば、私がまた出場できる余地があればぜひ応援してくださいね。扇風機の風がさ、もう今リップつけてるからさ、ひっつくのよ髪が。以上です、お疲れ様でした。